第35章クイーン学院の冬。週末の帰省でアンのホームシックはだんだんと癒された。良い気候の続く限り金曜日ごとにアボンディの生徒たちはカーモディまで新しく敷設された鉄道に乗って帰っていった。ダイアナをはじめ数人の若い者たちが大概迎えに出て、一同は賑やかにアボンディへ歩いて帰るのだった。こうして秋の冷たい空気の中を丘を越え、アボンディの日を数えながら帰る金曜日の夕方は、アンにとって一日中で一番楽しい大切な時だった。ギルバート・ブライスはほとんどいつもルビー・ギリスと歩き、彼女のカバンを持ってやった。ルビーは大変美しい女性になり、自分でもすっかり大人になったつもりだった。スカートも母が許す限り長くし、髪も都会風に結った。もっとも家へ帰る時には垂らさなくてはならなかったが、青い大きな目はキラキラ輝き、艶のある皮膚でパッと人目を引くふっくらとした姿をしていた。よく笑い、快活で気のいい娘だった。でもあの人はギルバートの好きなタイプじゃないと思うわ、とジェーンはアンに囁いた。アンもそう思っていたのであるが、そんなことはエイブリー奨学金の名誉にかけても口に出さなかった。またギルバートのような友人と話したり笑ったり、書物や勉学や野心について意見を交換したりしたいと思った。ギルバートが野心を抱いていることをアンは知っており、ルビーギリスではそういうことを話し合っても大して興味あるまいと考えていた。ギルバートに対するアンの気持ちには微塵も馬鹿げた感情は混ざっていなかった。男の子はアンにとって良い戦友でしかなかったから、もしギルバートと友達になっても彼が他にどんなにたくさんの友達を持とうと、誰と一緒に歩こうと、そんなことは構わなかった。アンは友達を作る才能に恵まれていたので、女友達ならたくさん持っていたが、男の子の友達も友情を広め、判断や意見の水準を高めるのになかなか良いものに違いないと考えた。もっとも別にこうはっきり自分の気持ちをつかんでいたわけではなかった。しかし、アンはもしギルバートが汽車から家まで一緒に歩いて行ってくれたら、気持ちのいい野原やシダの茂る小道を抜けながら、自分たちの新しい世界のことや未来の抱負について楽しく語り合えるのにと思った。ギルバートは賢く物事に対して自分の意見を持ち、人生の最良のものを取り、また自分の最良のものを与える意思を持っていた。ルビー・ギリスはジェーン・アンドリュースに向かい、ギルバートの言うことは半分もわからない、ちょうどアンが何かを考え込んだ時に言うのと同じことを言う。私は必要ない時に本やそんなことに頭を使うのはつまらないと思う。フランク・ストックリーの方がずっと気軽で元気があるけれど、惜しいことにギルバートほどスマートではない。自分はどちらが余計好きなのか決められない、と言った。学校ではアンはやがて小さなグループを作った。みなアンと同じように頭のいい想像力に富んだ野心にあふれた学生ばかりだった。バラ色の方の少女ウセラ・メイナードとも、夢見る少女のプリシラ・グラントとも親しくなった。精神的な様子のプリシラがいたずらっ気でいっぱいであるのに対し、キラキラした黒い目のステラの方はアンと同じような静かな夢や幻に満ちた性質だった。クリスマスの休暇の後では、アボンリーの生徒たちは家へ帰ることを諦め、一生懸命勉強にかかった。この頃までにはクイーン学院の生徒たちはそれぞれにふさわしい居場所を見つけまとまるようになり、そのまとまりごとに個性の違いが見えてきた。事実として受け入れられていたことは、メダルの競争者は
ギルバート・ブライスとアン・シャーリーとルイス・ウィルソンの3人に狭められたこと。エイブリー奨学金の方はもっと曖昧で、6人ほどの競争者の中のどの1人が獲得するわけだった。数学の銅メダルは額の出っ張った小太りの少年が取るだろうと思われていた。田舎から出てきた愉快な生徒で、いつも次の当たったコートを着ていた。ルビー・ギリスは学年で一番の美人とされた。教員1年課程ではステラ・メイナードが美女の栄冠をものにしたが、少数派の目の高い生徒たちからはアン・シャーリーを推す声が聞かれた。エシェルマーは最もおしゃれな髪型をしていると皆の意見が一致して認められ、ジェーン・アンドリュース、地味だがコツコツと真面目に勉強するジェーンが家庭科で表彰された。ジョシー・パイでさえ学院切手の毒舌家として知れ渡った。つまりミス・ステイシーの教え子たちはより広い学問の場に進んでも引けを取ることなく、しっかりと存在感を示したと言ってよいだろう。アンはたゆまず一心に勉強し続けた。ギルバートに対する競争意識はアボンリーの時と変わらず激しかったが、クラスではほとんど知られていなかった。しかし今ではアンはギルバートを打ち負かそうと願ってはおらず、ただ好敵手として堂々とした勝利を勝ち得たいだけだった。今ではもうこの競争がなければ生きがいがないなどとは思わなかった。勉強ばかりしておらず、学科の合間を学生たちは心ゆくまで楽しんだ。アンは暇な時や大抵の日曜日はブナの木屋敷で過ごし、ミス・バーリーと一緒に教会へ行った。ミス・バーリーは年は取ったが、黒い目は霞もせず、その舌は少しも鋭さを失っていなかった。しかしアンには決してその鋭さを向けることはなく、アンは口やかましい老婦人の一番の気に入りだった。あのアンと来たらどんどん良くなっていますよとミス・バーリーは言った。他の娘たちにはすぐ飽きてしまうけれど、じれったいほど変わり映えしないんだからね。アンは虹のように色彩豊かで、どの色が現れてもとても美しいのです。今では大きくなって子供の時ほど面白いかどうか分かりませんが、どうしたってあの子を愛さずにはいられませんよ。知らないうちに私をそんな気にさせてしまうところがいいんです。こちらから好きになろうと努める手間がなくて済むんですから。やがてほとんど誰も気がつかないうちに春が訪れてきて、アボンリーではまだ雪がところどころに残る痩せ地にさんざしがピンクの芽を吹き始めた。しかしシャーロットタウンでは学生は試験のことで頭がいっぱいで、話題もそれで持ちきっていた。今学期がもう終わるなんて信じられないじゃないの、アンが言った。去年の秋にはまだまだ先のことだと思っていたのに、冬の間は勉強や授業でずっと忙しかったわ。もう試験が来週に迫っているんですもの。ねえあなた方、私は時にはこの試験が一番大事なことだとも思うけれど、あの栗の木の大きなつぼみや往来の外れの霞んだ青空を見ると、試験なんかなんだという気になってくるのよ。気合わせていたジェーンやルビーやジョシーにはこの意見は賛成できなかった。彼女たちにとっては試験こそいつも頭を離れない重大問題で、栗のつぼみだの春がすみなどと比べる段ではなかった。アンは少なくとも試験に通る自信があるからそのように考えるのも良いだろうが、運命をこの試験に賭した自分たちは、こう少女たちは心から思い込んでいた。そんなふうに落ち着いて構えてはいられないと考えた。私この間の2週間に7ポンドなくしたのよ。ジェーンはため息をついた。くよくよしなさんな。
なんて自分に言って聞かしてもダメなの。くよくよしてしまうんですもの。そうすれば少しは気が楽になるわ。こうしてクイーンに来てお金をたくさん使った挙句に、教員の免状が取れなかったらどうしようかしら。私なら構わないわ、と女子パイが言った。もし通らなかったら来年また来るわ。私のお父さんは私をよこすだけの力があるんですもの。アン、フランク・ストックリーが言っていたけれど、トレメイン教授はきっとギルバート・ブライスがメダルを取るし、エミリー・クレイがエイブリー奨学金を取るに違いないと言ってるんですって。それを聞いたからには、明日には頭痛がするでしょうよ、女子、とアンは笑った。けれど今のところ、グリーン・ゲーブルスの下の窪地にスミレがいっぱい咲いている限り、恋人の小道に小さなシダが頭を出している限り、奨学金が誰のものとなろうと、ちっとも構わない気持ちよ。私は最善を尽くしたんですもの。努力の喜びというものが分かりだしたわ。一生懸命にやって勝つことの次にいいことは、一生懸命にやって落ちることなのよ。さあもう試験の話はやめましょうよ。あの家の上の薄い青空を見てごらんなさいな。そしてアボンリーの薄暗いブナの森がどんな様子をしているか想像してごらんなさいよ。卒業式には何を着るつもり、ジェーン、とルビーが実際的なことを言った。ジェーンとジョシーがすぐに答えたので、たちまち服装の話に花が咲き出した。アンは一人窓にもたれて夕焼け空をうっとりと眺めながら、青春の希望に燃えた黄金の糸で未来の夢を織り出していた。アンの前途はバラ色に輝き、一年一年が満開のバラで不朽の花冠を織りなしていくかのようであった。